はい。人もだいぶ来てますし、もう時間も十時なんで始めるということでよろしいですかね。はい。じゃあ,あ、じゃあ、昨日に引き続き、あの、3回目の講義、最後の講義ですね。関田さんよろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。じゃあ、今日三えー、最終、最後の3回目の講義ということで、えー、続きをやっていきます。で、これまでの講義では、 え最初にまあ理論的枠組みってことで平均波理論とかあと密度半関数法に関するえ話をしましたでその応用として昨日の午後の講義ではまあ主に重4反応とかに対する応用について紹介しましたで今日の講義ではえ中性性に対する応用について紹介していきたいと思います で特にグリッチって呼ばれている中性子性の回転速度がちょっと変化するっていう現象、まあ、それがその中性子性内部の超流動中性子の両シューズのダイナミクスと関係しているので、まあ、そのあたりについて少しどうやって TDDFT の理論からアプローチしていくかということを紹介していきますでそれでですね昨日の 反応の最近の話題として、えー、紹介した中で、えー、今、えー、現代の核,核物理がどういう局面にいるかということでその原子核の存在限界に対、えー、まで行こうとこう後悔しているというところを、えー、紹介していましたでこのこんなイメージを書いてたんですけども、まあ、安定の大陸からスタートして、えーまあ、例えば鳥獣元素の方では、えー なんですかね安定の島次の魔法数に向かって、えー、どうやって、えー、新しい未知の原子核を作っていくかということに挑戦しているというような話をしていました。まあ、ですがあの理論物理の面白いところというか、えー、醍醐味というかそういうところはあのーまあ、どんどん思考を飛ばしていろんなことを考えられるということですね。で 確かに有限の原子核としては存在限界があってあるところまで行くと中性子もしくは陽子がそれ以上束縛できなくなってこぼれ落ちるドリップラインがあるんですけどじゃあもっともっと中性子の数を増やしていったらどうなるかと想像してみるとでそうするとあるところから重力が今度はあの効いてきて、えー、束縛する、まあ、こう物体を作れると、まあ、それが中性子性なんですね。なので イメージとしてはもうこの有限核の惑星を離れましょうとで新たに中性姿とか天体核物理というようなものに向かっていろんな議論を問わしていきましょうということを考えていきますでまあそうですねまあこのドリップラインとかその存在限界とか議論してたんですけども、えー、実はまだまだ広大な核物理があの 広がっていますで、今日はそのまあ、中性性とか他にもクォーク性とかまあいろいろ考えられているんですけど中性性と呼ばれる、えー、高密度の天体についての物理核物理を紹介していきますでまあ原子核の話からどうやって中性性とか、えー 天体核の話に入っていくかってことなんですけども、割と簡単にこう繋がっていくってことがすぐ分かり分かります。で、例えばあの身近な例として太陽をあげました。えー、まあ、夏ですので、毎日のようにじいじいと感じています。で、この太陽というか、太陽とか恒星がこう輝いている。この光のまあ、エネルギー源ですね。はまあ、核融合反応が。 天体内部ででで起ここっていいるということうすなので、まあ、核融合反応って原子核と原子核がこうくっつくような反応です核反応ですので、まあ、も原子核の核反応理論というか原子核物理がもろに、えー、ここに効いてきます。で太陽の場合、まあ、皆さんこう聞いたことあると思うんですけども、えー、陽子陽子連鎖反応というのが起こっています。 で水素の原子核まあ陽子ですね陽子が例えば4ついたのがこういろいろぶつかって重テロになって、えー、ヘリウム3になってとかそれがぶつかってというのを繰り返して最終的にヘリウムの4ができます、まあ、アルファリウスとか言われてるものですねでまあぐちゃぐちゃいろいろあったものは忘れてもらって何が起こったかだけ見てもらうと、えー、陽子4つがいろいろあった挙句ヘリウム41つのヘリウム原子核になったということです でそうすると、まあ、比べてもらうと反応前の方が反応後よりも重いんですねつまりくっついて核融合をしたことによって質量が軽くなっているでこれはどういうことかというと、まあ、束縛エネルギーの分軽くなっていて、えーまあ、この失われたエネ、えー、質量の分のエネルギーが、まあ、E=MC 乗と有名な関係式からも示唆されるように、えー、放出されると 発熱反応とか呼ばれるものですね。でまあこれが、えー、膨大なエネルギーを生み出して構成、えー、を輝かせてるわけです。ただここで、えー、ちょっとだけ言及しておきたいのは、えー、原子核、まあ、この水素原子核もそうですけど、えー、正に帯電していますなので普通にぶつけようとしても空論積力があって、えーまあ、エネルギーを大きく与えないと、えー、くっつくことはできないと。 なんですけども原子核は量子力学で記されるようなこうミクロな粒子なので量子的なトンネル効果によって空論障壁あの空論バリアを透過して核融合反応が起こるとなのでまあ原子核物理もそうですしこういった量子力学的なものがこういう天体物理に大きく関わってきているということが分かってもらえると思います。 でますでまず軽い星比較的軽い星の場合どんな感じになるかということで星間、まあ、ガスというかからスタートしてこう重力的な相互作用によってだんだんこう物質が寄せ集められていって、まあ、なんかこう星の原子性というか星がの元になるようなものができていきます。 であるところで核融合反応が始まって、まあ、光成のように光り出すんですがえ中で PP チェイン先ほど言ったような、えー、陽子と陽子の連鎖反応が起こってこう反応が進んでいくとでそうするとどんどんヘリウム原子核ができていきますねでどんどん作っていくとあるところでこの、えー、陽子陽子連鎖反応を起こすための、まあ、圧力が足りなくなるというかエネルギーが足りなくなって えつまり空論障壁を透過してって言いましたけどある程度の,この熱的なエネルギー運動エネルギーがないと、まあ、十分な確率で透過できなくて核融合反応が起こらなくなって、えーこのまあ、内部の圧力が下がってしまいます。で、えー、場合によってはそのままま、えー、また静幹物質に行くような形で静運のようなものにこうなっていくんですが場合によっては、えー、重力 的な崩壊を起こして、えー、白色矮星というようなものになります。白色矮星というのは、あの電子の縮退圧によって、まあその量子的力学的な圧力によって、えー、支えられている、まあ、小さいあの小さくて重い星ですね。で、まあ太陽の場合例にとったので挙げておくと、えー、5億年後ぐらい、50 50億でか、50億年後ぐらいには太陽が 白色矮星になるだろうみたいな予想がされているような形になります。これは比較的軽い星の一生ですね。どんなふうになるかと。で、ここで原子核物理、またちょっと戻ってもらって、あのー、考えてみると、ま、ず原子核の安定性ですね。これは最初の方の講義でも少しだけ触れましたけど。 えー、束縛エネルギー一角車体の束縛エネルギーを横軸を質量数にとってプロットしたものですで、まあ、これが言っているのはあの、まあ、飽和性というか、えー、ものがあって一角車体の束縛エネルギーで見ると、まあ、8メブぐらいで大体一定になっているよとでこれは核力が短距離なんで、えー、こう原子核子数を増やしても結局周りの核子としかやり取りしてないんで その一個だけを見ると、大体コンスタントになっていますということです。ただ、よく見てみると、やっぱり軽いところから。だんだん大きくなって、どこかでピークを持って、だんだん下がってくる、というような形をしています。このピークの位置のところにあるのが、鉄の原子核と考えられています。鉄の五十六は、この辺りにピークに位置しています。 でなのでこれが示唆していることは軽い原子核鉄より軽い原子核は核融合反応によってくっつくことによって、えー、より束縛エネルギーを稼いでできたものが軽くなるのでその分のエネルギーが放出されるとなので軽い核は、えーまあ、フュージョン核融合反応によってエネルギーを放出しますよこれは先ほどと同じ例で反応前より反応後の方が軽くなる のでエネルギーがその分出てきますすよという話で,すで一方で同じこと考えを重い方にも適用してみると、えー、重い原子核は核分裂フィッションによって2つの原子核にちぎれることによって、えー、軽くなるとつまりちぎれる前よりちぎれた後の方が軽くなっていてその分のエネルギーが放出されます。でこれは、まあ、原,原子力発電の、あのー、エネルギーの元になっているものです。 でまあ、今考えているというか関係があるのはこの軽い原子核の核融合反応ですね。でこれをちょっと念頭に置いてもらった上で話を進めていきます。でそうすると、えー、重い星の場合ですね、えー、先ほど軽い星の場合をこう話したんですけどもっと重い星の場合どうなるかということを考えると、えーまあ、どんどん核,核融合反応が進んでいって いきます進んでいきますあのつまり、えー、ここで言いたいのはヘリウムだけじゃなくてもっと核反応が進んでいきます。で,、えーあはい、で何が起こっているかというと、えー、水素原子が、ま、くっついて PP チェーンで、えー、ヘ,リヘリウム原子核ができますという話をしましたけれども今度はヘリウム原子核が、えー、3つくっついて炭素の原子核を作ってでこの炭素の原子核に ヘリウム原子核もう一個くっついて酸素の原子核になってというような感じでどんどん反応が進んでいきます重い星であればその十分な、えー、圧力があってこういったものが進んでいってで最終的には鉄の原子核最も安定な原子核が作られていきますでこれを繰り返していく中で、まあ、圧力が高まって反応が起こるけど燃料を使い果たしてというか 反応が起こらなくなって圧力が下がっ,、えー、下がっていくんですがまた重力的な収縮が起きて、えー、その新しい次の核反応が起こってというかどう繰り返してこんなオニオンストラクチャーと言われるような,なんだ玉ねぎ構造のようなものができ,できてきます。で鉄が先ほど一番安定という話をしましたつまり鉄に次の原子核をつけ,たとつけようとしてもその方が エネルギー的に損なななので核融合反応が起こらなくなってしまいまいす、まあ、もちろんあの、えー、今の家電粒子の反応じゃなくて中性子をこう吸収する S プロセスとかいうのがあってそれでもっと重い原子核が作られるって話はあるんですけども、まあ、普通の、えー、今言った家電粒子の反応みたいのは、まあ、ここで止まって、えー、主には鉄のコアが出来上がります。で鉄のコアが出来ると、えー、もう これ以上反応が起こらなくなって内部の圧力が減少して最終的に重力崩壊をします。で、えー、これによって、えー、まあこう重力的な崩壊をした後に、えー、外装を吹き飛ばすというか超新星爆発が起こって、えー、まあこんな風に観測されていたりします。これはあ1500、1054年に 起こったとされる超新星爆発の残骸でクラブカニ星雲とかの、えー、なカニ星雲です。これが超新星爆発の残骸で、でその中にあの中性性、まあ、スーパードバー、超新星爆発の残骸がいることが知られています。で、この超新星爆発の物理自体も、まあ、天体核物理と。 いうようよなものでこ、えー、これををシシミュレーションすするるといいいうようよなことをしてる人もいますそうすると、まあえー、原子核反応の情報だけじゃなくて、えー、ニュートリノの輸送だったり、えーまあ、一般相対論だったり、まあ、いろんなことをこう、えー、総合してこの、えーまあ、1 0キロぐらいの大きさの天体がどう壊れていくかどう爆発していくかっていうことをしなきゃいけないので非常に大変な計算で えまあそれ自体をでもあのまあ大きな一つの研究対象としてえあります。それも原子核物理の一つですね。で今今回はその残った残骸としてあるえ中性姿性について着目していきます。で、えー、そうですねで超新星爆発が起こるとでその後にはえー重い星の場合にはもう重力 崩壊した後に支えきれなくなってえブラックホールと呼ばれるえ光も脱出できないようなえこういう物体が形成されますただそこまで質量が重くない場合には中性質性と呼ばれる今度はあの中性子とか陽子とかのフェルミ粒子の宿体圧によってまあ、支えられるような、えー、てえ高密度な天体が作られます でこのの中性性というのがです、ねまあ、原子核物理をやっている人からするとめちゃくちゃ重いめちゃくちゃ中性子過剰な、えー、巨大原子核みたいなふうに、まあ、見ることができます。というのは、まあ、結局は隠した体型なので、えー、有限核を調べていた手法を使って同じように、まあ、核物質というかその中性子性内部の、えー、物理を調べることができるということです。 でまあ、これは原子核物理物理屋にとっては、えー、非常に楽しい、えー、研究対象になっているということです。でこの話をしていきますが、えーまあ、ざっくりと中性子性ってどんな構造をとっているのかっていう話をまずはしていきます。でこれは中性子性の断面をこうざっとどんなふうになっているかなっていうのを書いたものですね。 で外側になんかオーシャンう海のような、まあ、オーシャンって書きましたがそういうものがあの大,大気というかそういう薄い層があって下にアウタークラスト外角と呼ばれるものがあってそれから内角インナークラストと呼ばれるものがあります。ここはちょっとあの結晶的な個体的な構造を持っています。でその中にはユニフォームなど一葉核物質があって えー、中性子陽子電子ミューオンなどが、えー、いるような、えー、部分がありますで。それからもっと内側では密度がすごく高くなっているので、まあ、数倍の飽和密度とか、えー、もっと10倍とかもしかしたら達するというような状況になっていて、えーまあ、ハ,イハイペロンって、あのー、ストレンジネスを含むような、えー、割音がいたり。 えー、中間子の凝縮があるんじゃないかとかあとはクオーク自由度がもう出てきているクオーク物質があるんじゃないかとか、まあ、そういった議論がされてますがあの中性子の内部をそのまま観測することってできないのでまだまだ不定性があるというか理論的に理論と観測によってこの中をどう、えー、なっているのか解き明かそうということをしているという状況ですねでオーシャンっていったのが、まあ、プラズマ的なもので、まあ、100メートルぐらい でアウタークラストといったものは、まあ、原子核、まあ、鉄とか、まあ、そういう原子核が、えー、空論光子を組んでいるというような部分になります。まあ、なので空論光子といっている意味はあの物性、電子系の、まあ、個体が、えーまあ、結晶構造を取るような感じで、えー、ここでも、えーまあ、原子核がこう空論光子を組んで、えー、安定化しています。で密度がどんあの 半径を内側に中に入っていくとどんどん密度が高くなっていくんですけどもどんどん密度が高くなってくるとだんだん、えー、中性子のフェルミエネルギーが上がっていきますでフェルミエネルギーどんどん上がっていくとむしろ中性子だけでいるよりも、えー、電子と陽子を作って、えー、フ,ェルフェルミ面を下げた方が、えー、安定になってきます、えー、あというよりもで電子を中ん違うな。 電子,いいのか電子と中性子を作ってフェルミンを下げるっていうようなことをしていきます。でだんだんそうすると違いますね内側に入ってくるとだんだん電子のフェルミンエネルギーが上がっていくので、えー、損をするのでだんだん容子にこ,のここにいる原子核の中にいる容子に中性子を容子に電子が吸収されて中性子になった方が、えー、安定になっていきます。 もうそうですねちょっと間違えましたね。電子のヘルミアエネルギー上がるんでつ、陽子を中性子に変えた方が安定になってくると。なので、だんだん内側に行くにつれて、中性子が過剰になっていきます。で、どんどん中性子過剰になってくると、とうとうあのドリップラインに達するんですね。この中原子核が空論光子組んでましたけど、だんだん中性子過剰になっていって、あるところから中性子がドリップすると。で、それがインナークラストと呼ばれていて、 原子核が中性子過剰な原子核が空論光子を組んでいるんですがその周りには、えー、ドリップした、えー、中性子が、まあ、海のように、えー、存在しているというところです。それがインナークラストと呼ばれている内核と呼ばれているものです。で、まあ、ここがコアの、えー、中性性のコアになっているという感じで、えーまあ、こんなざっくりとした構造を持っています。 でちょっとだけ、えー、話題を提供ということで触れておくと、まあ、こ,このあとグリッチの話僕の話ではこの特にインナークラスト中性子性の内角についての話をしますでインナークラストはドリップした中性子がいるということなんですがこのドリップした中性子って、えー、低,低密度なところにいてでそこでは比較的こう潮流動性が強く出るというかなので原子核が潮流動中性子の海の中に 浮かんでいるっていうような状態が実現しているインナーのがインナークラスです。でその中性インナークラストが、えー、一応核物質になるギリギリのところですねあすいません、えー、ギリギリのところで、えー、このある層があるっていうことが期待されていて原子核のパスタ構造っていうのがあるんじゃないかっていうことが、えー、期待されている。 でそれど何かということをちょっとだけ紹介しておくと、えパスタ構造って何だとえ。で、パスタ構造っていうのはこんな形の、こんな形。えー、これは理論的なシミュレーションの、えー、例なんですけども、えー、まあ、こう、パスタっぽい、非,非一様構造が現れるということです。例えばこういう、えー、ボール状のものが、このオレンジの部分は例えば陽子、えー、中性子の密度が高いところだと思ってもらえると、 こ,ういうまあ、これは原子核みたいなクラスターがポ、えー、コポコとあるようなもので、まあ、ニョッキっぽいからニョッキとニョッキフェイズとニョッキと呼ばれたりしている。でこれは今度はどんどん、えー、圧,圧力というか、えー、密度が高くなっていくと、えー、今度は玉状になっているよりもつながった方がエネルギー的に安定になってこういう棒状の、えー、核物質ができるじゃないかと考えられていてこれはスパゲッティ。 他にもこういう変わったワッフル、ワッフルはもうパスタじゃないんですけど、ワッフルっぽいのとか、ラザニアみたいな板状の核物質ができたりとか、えー、まあこういう非一様構造が出てくるんじゃないかと期待されていて、まあ、この、えー、これをある原子核の人がパスタ構造って言い始めて、今ではこれが定着して、パスタ構造なんて言われています。 まあなのでこういうい中性子星内部の構造っていうのをまあこう調べるというここですねこういったエキゾチックな構造を見るっていうのも、えー、まあ原子核物理のまあ手法で、えー、もちろんやるべきところでこういった研究もされています。で、えー、まあ中性子星の物理と原子核物理のつながりっていうところをもうちょっと見ていきたいと思います。 でこの状態方程式 Equation of StateEOS とか呼ばれているものを、まあ、よく、えー、何か、えーまあ、中性性関係の話をすると、えー、聞く耳にすることがあるので紹介しておきます EOS って何かっていうとこれがまあ核物質の、えー、性質を特徴づけるようなんですねでこの1隠しあたりのエネルギーを横軸を密度にとってちょっと模式的に書いてみます そうするとこんな形になってまず青い線が中性子だけのピュアニュートロンマター中性子だけの核物質です。その場合こんな感じになって密度を高くすればするほどエネルギーが高くなっていくでずっと正になっていますで。一方でシンメトリックニュークリアマターって言っている対称核物質ですね。でこれは N と Z 陽子数と中性子数が等しい核物質です。 でその場合には、まあ、最初負になっていてどこかで、えーえー、ミニマムがあって上がっていくというような感じになっています。でこれ何かっていうと、えーまあ、陽子と中性子、核力による引力があるので、えーまあ、この対象角別の方が、あのーまあ、エネルギー的に下がっていて、えー、こ,のこのミニマムは飽和密度に対応します。つまり 原子核の内部では密度がある程度一定に保たれているんですけどもそれはこの密度の関数として見たエネルギーが最,最も低くなっているところですねで中性子だけの場合は中性子の束縛状態中性子だけの束縛状態ないんでこういう性になっているって感じですねでこれが特あの核物質を特徴づける量なんですねでいろいろそのパラメーターに名前が付いているというかその えー、その特徴づける量っていうのが定義されていて、えー、例えば先ほど言ったこの飽和,み、えー、飽和みエネルギーですかねまずはこのどれだけ、えー、対象核物質でエネルギーが下がるかっていうのが、えーまあ、飽和エネルギーというかマイナス 16mEb で、えー、これは引力によって稼ぐものですね。 でさらにこの周りで飽和密度周りのこの対象核物質の、えー、極率によ当たるようなものが、まあ、非圧縮率、非圧縮率と呼ばれていて、まあ、インコンプレッシビリティというものですね。でこれ何かっていうとどれだけその核物質原子核の中の核物質をこう圧縮できるかっていうようなもので,でこれは、えー、そうですね、核力の性質も思い出してもらうと。 あの理解しやすくて、えー、核力の中心力部分が模式的に書くとこんな感じで積力心があって、えー、短距離の引力がありますよっていう話をちょっとしたと思うんですけどもなので、えー、核物質をこう圧縮しようとするとすぐにこの積力心の効果が来てあの圧縮するとエネルギー損するっていうような状,状況が。 現れてきてき逆に核物質をもっと気迫に大ルートにこう、えー、密度を素にするというか気迫にしていこうとするとこの核力が短距離なんであんまり核子間の距離離離れると引力稼げなくなって、まあ、これも損なんですねエネルギー的に。まあ、そんなことがあってある飽和密度が決まっていてこの圧縮 とか冷やし,けどしやすさってすさのがこの曲率インコンプレスビリというものになっています。で他にもこのシンメトリーエナジーとかいうのがあってこれは、えー、中性子物質と、えー、対象核物質のこのエネルギーの差ですね。でこれはまあ、このえー、まあ角力によって n と z を増やして、えー、等しくしたことによってどれだけ稼いだかっていうようなエネルギーでえー 1>, まあ1つは NNPP のインタラクションよりも NP の中性子用士官の相互作用の方が強いあの引力がちょっとだけ強いっていう話もあったりあとはあのパウリ原理の効果で中性子だけとかよりも陽子中性子の方があのヘルエネルギー下がるとかそういう話もあってこのエネルギーを稼ぎますそれからもう1つはこの中性子純中性子だけの物質の,のスロープとかも えー、核物質を特徴付ける重要な量として知られていますでただですね、えー、この原子核で飽和密度の飽和性があるって話をしたんですけどなのでこの密度がこの飽和密度付近の量っていうのはあの原子核の実験で何、えー、とか引き出そうみたいなことはでき,るできますで例えば、えー、このアイソスカーラージャイアントモノポールレザンス ブレイジングモールと言われるようなもので、えー、こう密度が圧縮したり、えー、なんか膨張したりするようなモードなんですね。まあ、これはちょっと直感的にイメージしてみれば分かるように非、えーまあ、圧縮率と対応がつけられます。それから、えー、対象エネルギーとかそのスロープですね、L, パラ L スロープパラメーターと呼ばれるものは、えー、この例えば中性質 ああの鉛,の鉛とか重い原子核って中性子の方がだんだん過剰になっていくんですけども、まあ、その密度分布がこう中性子のこうスキン的な構造を持っているんですね。でこの中性子のスキンって要はこのシンメトリーエナジーが大きければ大きいほど陽子と中性子の密度をこう同じようにした方がエネルギー得だっていうんで、えー、そっちに行く方向つまりスキンを見 薄くするように働いて逆に言うとこのエネルギーがそんなに稼がないであれば、えー、ですかね、まあ、このつ,つまりこの対象エネルギーがスキン圧と密接に関わっているというような話があります。なのでそうやって有限核の情報を使って実験を詳細にやることによって実験と理論の研究をすることでこの飽和密度周りの EOS 状態方程式の情報を何とか引き出そうということをしているのも一つの研究ですね。ただ問題はのし、えー、飽和密度付近のことは何とか引き出せてもこの密度が飽和密度よりも薄いとことか高いところっていうのは、えーまあ、地,地球上での実験でなかなか到達できないっていうところです。まあ、高エネルギーのというか14反応で ギリギリこう少し高密度のところを見たりということはできるかもしれないんですけどなかなかこうまだまだ状態方程式の詳細ってのは分かっていないっていうのが現状になります。まあ、なのでこれがまず、えー、核物質を特徴づける量で、まあ、先ほど言ったように核力の性質からたたい核した体系の計算をすることによって得られるものです。これがまあその核力の情報を含んだ 各物質を特徴付ける、えー、ものになりますこれが状態方程式で。この状態方程式が分かると実は中性性の構造ってのを知ることができてきます。でどういうことかというと、えーまあ、状態方程式っていうのが、まあ、エネルギーと密度の関係を与えるってことを話したんですけども、まあ、それが分かるとこの熱力学的な関係式で圧力というのも 計算することができますでこの圧力と密度の関係が分かるとこのトルーマン・オッペンハイマー・ボルコフ方程式 TOV を方程式と呼ばれているものがあってこれは何かっていうと、えーまあ、左辺が圧力ですねで右辺がこ,のこう見てもらうとアージョブの GMM と GM ローという形で、えー、この内向きの重力 な,んですねまあ、なので重力と圧力が釣り合うっていうこの TOB 方程式っていうのは一般相対論に基づく球形、まあの回転していない、えー、星のそういう、えー、釣り合いの条件しか与える式なんですけども、まあ、ここにカッコ付きでいくつか書かれている部分が、まあ、そう一般相対論から来る補正の項になります。 で、まあ、これが内向きの重力と外向きの圧力の釣り合いを表していて、まあ、これを解けば中性姿勢の構造が得られるんですね。でどういう感じかというと、えーまあこの、この式そのままに言ってみると、えー、中心での圧力、密度、密度もしくは圧力を与えます。そうすると、それが初期条件になるんですね。でそのの初期条件を使ってこの 微分方程式を外向きに内側から外向きに解いていくとある中心圧力中心密度から出発して DR ちょっとだけ離れた点での値っていうのがこれで求まります。で MR っていうのはそのある R までの内側にある質量になっていてそれが決まると次の圧力が決まり圧力決まれば 密度にも対応がいいていて密度,が対密度が決まるとその物質の、えー、マス質量密度っていうのも決まってっていうことや圧力も分かっているし、えー、いろいろもう右辺は全部分かっているので、まあ、解き進めることができます。でこれを解き進めていくとあるところでこう圧力が0になるんですね。でこれが星の表面に達したっていうことになります。 なので、ある初期条件から出発して TOB 方程式をこう外向きに解いていくと、あるところで圧力がゼロになって、ここが星の表面、つまり半径を決定づける量になります。ということで、この TOB 方程式を EOS を与えて解いてやるとこんな形で、中性質性の質量と半径の関係式っていうのが得られます。これがいわゆるマスレイディアス。 リレーションっていうようなもので縦軸が中性性の質量を太陽、まあ、質量を基準に書いたものですねで横軸が中性性の半径を表していますでこの線がたくさんあるんですけどいろんな線は異なる状態方程式に基づくマスレイディアスリレーションになっていますでえー、まあこういろいろ出るんですけどもえー、まあ一個メッセージとしては あの最近話題になっているのが観測で2倍の太陽質量を超える中性質性、まあ、2倍の太陽質量ぐらいの中性質性というのが、えー、見つかったんですね。でそのそれまでは多くの中性質性の質量半径っていうのは、まあ、特に質量は1.4ソーラーマスぐらいが、えーまあ、多くの中性質性の質量で2倍を超えるのってなかった。 時ががああっっっててて知られていなかった時があってでその時はこういう比較的、えー、こうすぐにヘタるというかこうあまり重い中性姿勢を再、えー、生み出さないような状態方程式っていうのも考えられていたんですけども観測でこの2倍の太陽質量の中性姿性が発見されたってことになると今度はこの中状態方程式は この2倍の対応質量を少なくとも支えられるようなものでなくてはいけなくなります。まあ、そんな形で観測によっていろいろ制限を加えていくと、この内部の核物質を傷つける状態方程式がどうなっているかっていうようなことがえきを制限するというか、その状態方程式を決めていくことになります。で、まあ、こういうわけで、あとこの辺。 こ,うこの辺の領域は、えーまあ、なあの禁止されているところがこう斜めになっていて例えば音速が高速を超えないよというのはコ,コーザリティだったりとか、まあ、こういう、えー、ものがあってここには入っちゃいけないとかそういう領域が書いてあります。はい、で、まあ、こういう話ってよく TOV 解けば出ますよねって話はあるんですけども実際どうやって解くのって話はあんまり 僕自身発表とかで聞いたことなかったんで、まあ、この機会に解いてみようと思って、まあ、12週間前にちょっと手を動かし始めてやってみたのをちょっと共有したいと思います。でやってみるとあの簡単そうなんですけど意外にうまくいかなくてあの非常に勉強になるというかあのためになるのであのもし興味のある人は是非やってもらえるとやってみるといいと思います。 で解きたいのはこの TOV 方程式なんですけども、えーまあ、ちょっとどうやって解くかって考えたときにもと、え、も、ー、と DPDR DP イコールの式だったんですけども、えー、これを解こうとすると、まあ、圧力があるところで分かるんですけどもその圧力から密度を求めるのがちょっと面倒というか。 P, P が n の密度の関数で求まっているんですけども、えーまあ、なのでこう比べてというかつ密度を変えつつこの求まった圧力を再現する密度を探すってことをすれば、まあ、求まるんですけども、えーまあ、それをいちいちやるのが面倒というか、ま、毎回圧力を決めてそ,こそれに対応する。 密度を探すというのが面倒と思ったので、え今回はこんな感じで DPDR って DPDN と DNDR っていうふうに書けるようなってことで、DNDR イコールにして DPDN で割ったっていうような式を解くことにしました。まあ、これはどう解くかっていうところなので、まあ、こうやって僕は解きましたという話です。で、どう解くかって話なんですけども、えー 昨日の講義でも、まあ、エネルギー密度反関数の話をしました。で、まあ、例えばスキルムの場合はこんなスキルムの有効相互作用をスウェーター行列式で鍛えて添うとスキルムの EDF エネルギー密度反関数が得られるよっていう話をしたんですけども、まあ、まあこれじゃなくてもいいんですがとにかく密度反関数法で言っていたエネルギー密度反関数っていうのが決まるとあの状態方程式が書けるんですね。 でまあ、ここではこれがエネルギー密度に対応していて例えばこのエネルギー密度を、えー、バリオンの数密度、まあ、数陽子と中性子の密度の和ですねで割ってやると1隠子当たりの、えー、エネルギーになるので先ほどの状態方程式というふうに見せた EOVA の A が書けます、まあ、それから、えー、この圧力の式は、えー、こういう関係式があって EOVA が分かると それをまたバリオン密度で数密度で微分して NB 事情をかけ,かけてやると、えー、この圧力も求まるとつまり密度の反関数としてエネルギーが与えられていると簡単に EOS とか圧力とか、えー、それのさらに微分っていうのも解析的にかけるんですねなのでもうこの TOB 方程式解くためのこの、えーまあ、中身っていうのは持ってるんですね もう解析解というか解析的な標識を持っていることになります。で、あとは言葉をちょっとだけ説明しておくと、まあ、NB って書いてあるのが先ほど言ったように中性子と陽子の密度、数密度の和です。バリオンナンバーデンスになります。それからよく出てくるのが YP っていうプロトンフラクションと呼ばれるもので、これはプロトンがどれだけいるかっていう割合を表す量です。なので NB に YP かけたのが プロトンの数密度になりますでそれから、えーまあ、ニュートロンプロトンそれから電子とュオンを含んだ β 平行の物質を考えるんですけども、まあ、それがエネルギー密度を与えるとで原子核部分に加えて各種の静止質量の部分を足してえさらに電子とンについてはえ相対論的な理想フェルミ器体の式を、まあ当てがってやる。 ことになりますで、えー、マスデンシティローっていうのはこの TOB 方程式の中に現れるローのことで、これはまあ質量密度になっていて、この、えー、ベータ平行の n p e ー物質の、えー、エネルギー密度を C 上で割ったものが質量密度になります。それからケミカルポテンシャルは、えーまあ、エネルギー密度をそれぞれの数密度で割っ、えーえー 微分を取ったものとして与えられます、まあ、これを見て感じてもらえたら,感じてもら,えたらいいのは EDF って言われるエネルギー密度反関数が決まると、まあ、簡単にこうちょこちょこっと式を書いてやると、まあ、この辺の量は全部持っているんだなってことですね。じゃあこれを解いていきましょうという話になってきます。じゃあどうやって解こうかと。で先ほど同じこれ TOV 方程式で、えー、先ほど言ったように、まあ、そのま この中身に当たるものは、いろいろごちゃごちゃと書きましたが、まあ、持っている、知っているってことになります。で、道徳か。で、まず初期条件として、R が0のところでの、えー、バリオンの数密度を与えます。まあ、これは初期条件で、こちらで手で与えるものになります。でこの初期条件、中心密度ですね、中性指定、中心密度を与えてやったら、 あとはどんどん外側に向かって解いていくことであります。ただ、1個条件としてあるのは、β 平行にあるということです。つまり、中性子性の内部で、えー、密度が非常に高いときっていうのは、中性子だけでいるよりも陽子、中性子、電子とかが、えー、いた方がよくて、えーまあ、それがこういう β 平行の条件とかを満たしていなきゃいけないということです。でどうやって決めるかっていうところなんですが、えー まあ中心密度がある密度が与えられました。で、YP を決めたいんですね。どうやって β 平行を実現する YP、プロトンフラクションを決めるかと。で、これをどんどん繰り返しの計算で決めていこうと考えます。で、YP、適当な値を与えると、NB に YP かければプロトンの数密度が決まって、プロトンの数密度が決まれば中性子の数密度も決まります。で、NP、NN が決まると、 そのケミカルポテンシャルも決まってきます。これは密度を与えるとこう決まるものなので密度が YP を与えれば密度が決まって密度が決まるとケミカルポテンシャルが決まります。で、ケミカルポテンシャル μNμP が決まってくると β 平行の条件から電子のケミカルポテンシャルがどういう値であるべきかっていうのが決まってきます。で、さらに、えー、エレクトロンと μ ンの 平行条件から電子とオ音のケミカルポテンシャルが一緒ですよっていうのがあるので、まあ、このここの条件まで決まります。で電子とオ音については、えー、相対論的なエネルギーを考えているので M 乗 C4 乗足す C 乗 P 乗に当たる分ですねのルートになっていてケミカルポテンシャルが決まると、まあ、フェルミ波,ルミ波数、まあ、フェルミ運動量 これが決ままってきますつまり、えーまあ、このフェ,ルミフェルミ波数っていうのは、まあ、これは非相対論と同じでこういう 3π 乗 n の3分の1乗という式があるのでケミカルポテンシャルが決まれば Kf が決まって n が決まるんですねえつまり Yp を決めればこうずるずると芋ずる式に np、nn、えー、が決まり 中性子用子のケミカルポテンシャルが決まって、それによって電子とミューオンのケミカルポテンシャルが決まるので、これらの関係式より電子とミューオンの数密度も決まってくると。で、問題はこれが家電中性の条件を満たしているかということなんですね。えー、適当な YP でこのずるずるずると計算すると、まあ、何かしら NE、N、EN、ミューと NP とか決まるんですけども、この、えー 無限,無限系の物質の場合、えー、プラスの電荷と負の電荷が打ち消し合って、家電中性になっていないと、空論的なエネルギーが発散してしまうので、まあ、この家電中性の条件というのがあります。で、これを比べると、Ne、Nμ と Np は等式、この Ne たす Nμ という負電荷の数密度は、Np という正電荷を持つ陽子、えー、の数密度と等しいですかと。 もし違ければ YP が正しくないってことなので YP ちょっと変えますって感じで正しい YP をまあ繰り返しこれを比べることによって見つけることができますでこの家電中性と β 平行を満たした YP が決まれば、まあ、それがその β 平行の元でのプロトンフラクション YP なんですねでそれが決まればその陽子と中性子の数密度っていうのがあるので このマスデンシティ決まればそれを DR あのまた、まあ、内側からどんどん足していくんですね。これが内側から足してったある半径 R までの内側にある中性姿勢の質量になります。で、えー、TOV 方程式を解き進めていくんですけども例えばですね、えーまあ、ルンゲクッタって聞いたことあると思う,思うんですけども。 こう思い出してもらうとなんか dy 何でもいいんですけど変数があってえこんな一般的な微分方程式簡単なこんな形である変数についての微分が右辺イコール何とかっていう形で与えられているような微分方程式を解くっていうのがルンゲクッタですね次のルンゲクッタ。 でそうすると、えー、y の、えー、次の場合、そ所ですね。y の t プラス1みたいのは、y の t 足すって形で、まあ、式が与えられると。まあ、なので、ルンゲクッタ法とか簡単な式を使って解けるんですね、この式は。つまり左辺が1回微分で、右辺はもう知ってる基地の関数として与えられているので、 まあこのルンゲクッタみたいなものを使えば簡単に解き進められると。で1個 R を進めれば、まあ、次の NB、まあ、中心密を最初与えるんですけども1個解き進めたらこの方程式 TOB 方程式に従ってバリオンの数密度が求まってじゃ次の YP 何でしょうというのを決定してまた次に解き進めてということで繰り返しやっていくと内側から外側まで計算を進めていくことができます。 で条件としては圧力がゼロになったところで、まあ、星の表面に達したってことになるのでそれが中性子性の半径そして質量を決定するっていうことになりますで。概念としてはこんな感じですね。これぐらいならもしやったことがある人はすぐに書けそうな気がするかと思います。で実際やってみました。でどんな感じかっていうのだけあの報告というかあの共有しておきたいと思います。 これはあのベータ平衡の条件を YP 変えて決めたっていうやつですねで。まず左側の図を見てもらうと、これは NPμE それぞれの、えー、ケミカルポテンシャルですねがどんな感じか、横軸がバリオンの数密度になってます。で、これはベータ平衡になるように YP を決めたときにどんなケミカルポテンシャルになっていますかっていうのを書いたものです。 でこれを見ると、そうですね、まず赤と青っていうのが陽子と中性子の、えー、ケミカルポテンシャルになってて、えー、電子とミュウオンのケミカルポテンシャルがこの緑になってます。えー、で、えー、ベータ平衡の条件がプロトンとエレクトロンのケミカルポテンシャルを足したら中性子,中性子のケミカルポテンシャルになりましょうということで、まあ、一応それは確認していて、E と あつまり、えー、緑と青を足すともう黄色になってて赤に一致しているというのが分かると思います。まあ、こ,こんな感じになってですね。なので、えーまあ、電子の方がこうずっとケミカルポテンシャルは少ないんですね。これを見て分かるように。で、えー、そのパーティクルフラクションということで、えー、どれだけの、えー、数密度の割合があるかという。 バリオンの数密度に対してそれぞれの粒子の割合がどれだけあるかっていうのがパーティクルフラクション x サと書いてあるものです。で、これを見ると密度がずっと低いところではほとんど中性子だけになっています。だんだん密度が上がってくると中性子の割合が下がっていって、えー、陽子と電子とミュオンの割合がこうか増えていることがわかると思います。 チャージニュートラリティの条件は、電子とミューオの数密度の和が NP になるということなので、黄色が緑と紫、ピンクの和なんですけども、一致していて、チャージニュートラリテ,テ,、まあえーまあ、ティになっているなというのが分かるかと思いますで。これはリニアスケールで書いたもので、よくログスケールで書かれるので、ログスケールでも見てみるとこんな感じです。でまあ、これ見ると、 ほとんど中性子のようにも錯覚するというかでもこれだけ下がっていますまあログスケールなんであの気をつけてみてくださいで、まあ、これ見るとど,どの辺の領域で次の粒子が出てくるかなとかそういうのが見えるかなっていうのがログスケールの利点ですかねで密度があるところまで高くないとミュオンがそもそも出てこないとそれはケミカルポテンシャルが電子のケミカルポテンシャルがミュウ粒子の性質量を超えないとこう性質量 ミオンが出てこないので、まあ、それまでは電子と陽子だけなんですね。まあ、そこからミオンも現れてこう、えー、こういう形でベータ並行が実現しています。はい。で、こういうふうに、えー、YP も決まることが分かって、あとは TOV 方程式を解いていったらどうなるかと。でただ、ちょっとこの,こ,のこの後に見せる2つのスライドの結果は、なんか微妙に論文の結果と違うので、 あのまあ、解いたらこんな感じになるよっていうふうな例として、まあ、見てもらえたらなと思います。ちょっとなんかまだうまくいってなくてどうにかしようとしたんですけどまだなんかちょっと何かが違うと。で、えー、これは例えばの例として中心密度を飽、まあ、和密度の1倍2倍3倍にとったときに TOV 方程式解いたらどうなるかと。であんまりこういうい絵ってみん あの見ないと見ないかもしれないんですけどもこれはバリオンの数密度を横軸を通性子勢の半径で書いたものですね。な,おなので1.60.16ぐらいの、えー、密度からスタートしたら TOV 方程式解いていくとだんだんこう密度が下がっていって結構最後の方薄いスーッと伸びるような密度分布になっているんですけど、まあ、こんな密度の構造を持った中性子が解として得られます。 で中心密度、初期条件を変えて、もう一回 TOB 方程式解いてみるとこんな形で。3倍の方和密度にするとこんな形で。というような形に、初期条件を変えて TOB 方程式解けば、R の関数として密度がこういうふうになるよというのが求まります。R が分かると同時に圧力も分かるので、書いてみるとこんな感じになってます。 でこのように初期密度を変えて計算をすると、まあ、異なる半径を持った、えー、半径とマスを持った中性姿勢が解として求まって、まあ、それをこう、えー、まとめたのがこの図ですね。で、今度は横軸、まあ、まず左側を見てもらうと、横軸が中心密度になっています。中心の密度ですね、初期条件と言ってたものです。 で中性性の中心密度を変えて t o b 方程式解いたときにマスとか半径がどんなふうになるかなっての書いたものでまあ中心密度が低くなりすぎると急に中性性の半径わーっと広がっていく感じの解が出てきます。であとはあるところでマスがピークになる最大質量というのが出てきます。でそのマスと質量の えー、あマスと半径の関係を書いたものがこの図になっていて、まあ、ちょっとこれはあの、えー、微妙な結果なんですけども大体定性的にはよくて、えー、密度中心密度が低い時には半径すごく大きくなるんですけどもあるところからこう立ち上がっていって、えー、最大質量があるところでこう曲がります、まあ、こんな感じで TOV 方程式を解くと、えー、中性姿勢の質量と半径の関係が得られてこれが えー、各種多体系っていう、えー、フ,ェルフェルミ粒子の多体系を解いた、えー、核力の情,情報を含んだ微子的な計算と,と、まあ、EOS ってものを通じて一、えー、対一につな対応するというかつながっているってことが、えー、分かってもらえたらなと思います。はい、でここまでで、まあ、中性性の一般的な話をちょっとしていきました。 で次は、えー、そのまあ一つの話題として、えー、中性姿勢のグリッチの話をしていきたいと思います。でまあ中性性の話もちょっとしていくとでまずパルサーって呼ばれているものがあります。でまあ実はそれはに回転している中性性なんですけども、まあ、1967年に初めて見つかった時には、えー、まあなんか 地球外生命体なんじゃないかと、リトール・グリーンマンとか名前が付いてるんですけど、まあ、結局はパルサーとして、えー、これは認められたと。何かっていうと、まあ、超新星爆発によって、えー、残骸として中性指定ができるんですけども、まあ、核運動量の保存があるので、まあ、フィギュアスケートでこう手を縮めたらぐるぐるって回転速度が速くなるのと似たような感じで、こう広がっていた星が重力崩壊して小さいものに潰れたときには、 非常に大きな核運動量を持ち込んでいてす,す,すごく早く回転するコンパクトな天体ができると。でこれが、えー、1ミリ秒、うんえー、っと周期が1ミリ秒とか、えー、1秒とか、まあ、ぐらいで10キロ半径10キロの物体がぐる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 回ってるっていうようなイメージです。でその磁極からこういった電磁放射みたいなのが出てるんですね。 でそれをこう固定した観測計、まあ、地球上から観測すると、まあ、灯台が近々チカチカ光っているのを見ているような感じでこうパルスが飛んでくるように見えると、まあ、なのでパルサーっていうふうに観測されていてで今までにまあ2000以上のパルサーが見つかっていていろいろ調べられているということですでこの電磁放射がある分にあるためにだんだんこのスピン のの周期っててていうのは減減速して減少し少ます、まあ、それが一般に、えー、認められているパルサーの性質ですね。でもうちょっとパルサーについて詳しく、えー、見ていきたいんですが、まずグリッツですね。これから話したいグリッチっていう現象が何なのかについて紹介します。で、えー、ベラパルサーっていうのが典型的な例なので、えー、それを紹介すると、 これは先ほど見せたパルサーの回転、パルスの周期ですね、をまあ観測して得られたものを横軸が周期で、横軸、縦軸が周期で、横軸が時間で表されています。で、年代がここに書いてあるんで、そういうスケールだと見てわかります。で、まあ、89ミリ秒ぐらいの周期で回転しているということです。で、先ほど言ったように電磁放射によって回転周期は徐々に徐々に減少 あ回転周期が徐々に増大していて、まあ、回転スピードが減少しているということを示していますただよーくこの、えー、結果を見てみると時々周期的にノイズが入るんですねこれが実はグリッチと呼ばれているもので、えー、よーく見ると突如としてパルサーの回転周期が短くなるんですねつまり回転速度が結構と速くなる瞬間が数年に一度訪れる。 これが、えー、パルサーのグリッチ現象として知られています。で中性性っていうのは孤立した、まあ、宇宙空間に孤立した存在ですので、まあ、外部から何か悪さがあったっていうよりは中性性内部内部自体で何かが変わったっていうふうに考えるのが自然です。じゃ何が起こったかということなんですがまずそうですねベラパルサーについてもうちょっと情報を与えておくと。 先ほど数年に一度と言ったんですけども、まあ、これ今までにベラパルサーは 21, 21回グリッチしています、まあ、21回のグリッチがベラパルサーで測定されていてそれをまとめた一つの図なんですねでデルタミューっていうのがグリッチの大きさを表すようなその振動あ回転周期が回,回転の振動数がどれだけ変化するか っていうのを表していて、まあ、大きいほどこれがグリッチサイズが大きいっていうものです。でえ、これを分布を見てみると、横軸が実はグリッチ間の時間なんですね。を表していて、10の3乗10の3乗デイズなんでまあ、3年ぐらいに1回グリッチがま周期的に起こっているんだなっていうのがなんとなく分かってもらえると思います。で。 えー、このパルサー、まあ、とかあとグリッチを起こすものってのがどんな性質かっていうのをちょっと示したいんですけども、えー、これパルサーの、えー、性質を、えー、見る上で非常に有用なのがこの PP ドットダイアグラムって呼ばれてるものです。で P が何かというと回転のピリオドの周期です。で P ドットっていうのはその周期がどれだけ えー、周期がどれだけ時間的に変化していくかっていう P ドット、時間変化を表したものです。で、えー、こ,れをこれは,グリ,ッチとはグリッチをする天体とは限らずに、えー、今まで測定されたパルサーの情報を全部,全部というか、えー、プロットしているものですね。で、これを見ると、まあ、この、えー、ミ,リミリ秒程度から、まあ、多くても10。 10秒ですか？6、6なので秒程度の間に分布しているなってことがわかると思います。で、それからこの p. ドットっていうのは回転周期の変化なんですね。で、例えばこのこのあたりのパルサーを見てみると、回転周期がどれだけ時間変化しますかっていうのは10のマイ1のマイナス20乗秒、20乗のオーダーになっていて、これってすごい 安定な周期を持ったものということです、ね。なのでも、最も安定なあの時間の指標として、えー、も、えー、言われています。なので、回転、すごい、えー、これ、ミニ病とかで回転してるんですけど、それが非常に安定な周期で回転しているということなんですね。で、さらにもうちょっと見ていきます。で、そえー、あとは、中性性、磁極から 磁極を持ってこうぐるぐる回っているって話をしたんですけどもその、えー、で磁気双極子が回転してるっていうふうなモデルを使って考えてみるとこの回転周期と P ドットの間に P と P ドットの間にこんな関係が成り立って、えー、この関係式から特徴的な、えー、年齢まあ大体の年齢っていうのを割り出すことができます。でさらに、えー、この PP ドット P と P ドットという情報から表面中性性表面での磁場の強さってのも割り出すことができます、まあ、それを書いたの PP ドットの図の中に書いたのがこの黄色と青の線なんですね、まあ、この条件を書いただけですでこれを見ると例えば黄色が年代を表していて、えー、このこっちの方は10の6乗年比較的若いパルサーがこの辺にいます、ね 古いいパルサーはこの辺にいますそれから磁場の表面の磁場の強さっていうのも10の10乗ガウス12乗ガウスそれからマグネタって言われるのが10の15乗ガウスぐらいに匹敵するので、まあ、この辺になると、まあ、だただここではプロットされてませんでこんな感じで、まあ、この大体中性性表面の磁場が10の12乗ガウスぐらいだとか10の6乗年ぐらいにいっぱい集まっているなとか、えー あとはバイナリーパルサーになるとこうミリセカンドとかになっている回転スピードが速いなとかあと比較的古い星がここで見つかってるなとかそういった情報がこの P と P ドット回転周期の地球上でこう観測するだけでこういった情報が分かってくるということですね。でさらにここではあのいろんなパルサー全部書いてたんですけどもじゃグリッチを起こすやつってどういう状況どういう性質持ってるのかなって見てみると こんなな感じになってますでこれ見るとこのシンボルなんですかねこの記号の大きさがグリッチの大きさに対応していてつまり比較的若いパルサーはグリッチを起こしやすいんだなっていうのが見て取れますあとマグネターも比較的大きいグリッチを示しているあとは古い星っていうのはグリッチを全然示さなくなるんだなっていうのもなんとなく見えてきます はいまあ、こんな感じで PP ドットっていうのをまあ観測から見ることによってえ何やら性質が分かってくると、はいで。先ほどグリッチが起こった時には中性性内部で何かが起こってるんじゃないかという話をしたんですけどじゃあ何が起こっているのかという話になってきますで。何か内側で起こっているんじゃないか昔と。で昔元々 最初に言われたものはこのスタークエイク、あの地震じゃなくて精神に当たるものが、えー、グリッチの原因なんじゃないかとか考えられました。でどういうものかっていうと、えー、ナイーブには早く回転している物体の平行的な形っていうのはこのオブレート気味にちょっとひしゃげた形になっていて、でこれがスピンダウンしてくるとだんだんあのより。 オブレート形状が丸に近づく、休憩に近づくので、えー、このクラ,スクラストのところの,あの個体的な部分があるので、そこがこう急に次の平行的な形にガカンと変わることによって、えーまあ、急に形が変わってこうグリッジ的なものとして観測されるんじゃないかというのは話がありました。ただ、あのベラパルサの例を示したときに、 数年、特に3年ぐらいに一度、周期的に起こるって話をしたんですけども、まあ、このモデルで考えてみると、次の形状、次のスタークエイクが起こるまでには、100年、何百年という年、年が経たないと、十分なこのスピンダウンっていうのがなくて、つまりこれが説明できないんですね。こ周期的なグリッチっていうのを説明できない。まあ、それが問題だったんですね。じゃあ何だろうと。 で、えー、今一般に、まあ、よく考えられているのが、えー、両シューズが関与したグリッチです。で、これは、超、えー、流動中性子の両シューズが、えー、ダ,イナあのダイナミカルに動くことによって、えー、このグリッチが起きてるんじゃないかっていうモデルです。はい。じゃあ、何なのかという話なんですね。で、ちょっとだけここで両シューズについて。えー 説明したいいと思いますあまり馴染みがない人が多いかと思うので。で両シューズって何なんですかという話なんですけども、えーまあ、超流動性を記述する秩序変数っていうのが、まあ、ペアリングフィールドとか言ってちょっと触れましたけども、まあ、デルタっていうようなものでそれが複素数の場なんですね。なので時間空間によるんですが絶対値とそれに加えて位相の重度を持ちます。 で超,流動性超流動体の速度超スーパーカレントみたいなものはこの位相の勾配に、えー、比例するものとして出てきます。でこれを認めてもらうとこの、えー、ローテーションを取ってやると、あのーまあ、これはファイっていうのがただの位相空間の関数なので、まあ、このポテンシャル速度ポテンシャルっていうふうに捉えると、まあ、超流動 速度場っていうのはポテンシャルフローなんですねでこれはグラディエントのスカラー関数によって出てくるものなのでそのローテーションを取ると口頭的にゼロなんですねグラディエントのローテーションゼロなのでなのでボ渦度っていうものをこれ考えてみると超流動体ではゼロになるイロテーショナルになるとじゃあ両子図って何なのって話なんですけどこれが成り立つのは実はあのーまあ、何もまいん あの欠陥がない時ないんですねどういう話かちょっと説明します。でこれサーキュレーションっていうまああのー、なんだ循環と呼ばれる量を定義します。でこれはただのこの渦とを面積積分したものとして定義されるのがサーキュレーション。でこれを、えー、イロテーションだからってことを考えると、まあ、この循環はゼロになるってことなんですが、えー、何もない時トポロジカルな あの欠陥がなない時にこうなりますで何なのかって話なんですがこれウィキペディアから取ってくるとトポロジーとか調べると出てくるんですが位、まあ、相機化とか呼ばれるものですねその分野では物、まあ、を、えー、分類する上で、えー、こういう連続的な変形ができるかどうかってところに着目します例えばこの牛とこの球形の牛ってのは、まあ、連続的につながっているので 位基化学的には同じものとみなすんですがこちらのドーナツとマグカップはこれ,これも穴が1個開いているっていう点では同じなのでマグカップもドーナツも同じものだとみなしてただこの2つこの牛とマグカップは違うものですねっていうふうに区別します。これが位相基化的な、まあ、欠陥というか得意点に当たるものです。 このホールが、えー、トポロジカルに区別するっていうところですね。で、もしスーパーフル潮流動体があったとして、こういうふうな潮流動性が失われた血管、まあ、穴が開いていたとします、まあ。スーパーフル潮流動性が失われた穴が開いたと。で、そうすると、この循環が実は計算できてしまって、えー 循環これローテーションの面積積分ですけど、それはまあ速度速度場の面、えー、線積分になります。で、これをある、この、えー、血,管を血管を取り込むような形経路 C で、えー、この、えー、線積分を実行してやると、まあ、この VS というのはナブラファイなので、えー、で、これが、 こうぐるっと回って一周するため一周してくると、え空間上で同じ点を示しているところっていうのはあのまあ、同じであるべきなんです。同じ物理量を表しているべきなので、この位相はぐるっと回ったら 2π の整数倍であるべきなんですね。ある平局面でぐるっとは平平平行でぐるっと回したら同じ点を示すところでは同じものに戻ってないといけないので 2π の整数倍になっていると。 つまりこれ循環が何やら 2π の整数倍って形で量子化されています。これ、えー、循環の量子化と呼ばれているものですね。で、これが意味しているってことっていうのは、このベロシティ、あの潮流動体の速度場っていうのが量子化されるってことです。で、このぐるっと 2π 回るって話をしましたけども、スーパーカレント。 あの超流動性の,あの速度っていうのは、えー、位相の勾配で与えられるのでぐるっと 2π 回っているきには勾配ってはぐるっとこう、えー、血管周りにぐるっと回転するような速度場が生じていることになります。でこれが量子、えー、図なんですね。なのでこういった速度場ができるんですけどもそれが 2π の整数倍で特徴を告げられるような量子化された特定の 速度場で思った両手術ができると。でその両手術ができるためにはこういう血管トポロジカルな血管がないといけませんという話です。でちょっと関連した話題として、えー、超伝導体についても触れておくと、えー、超伝導体特に第2子の超伝導体の場合を考えるんですがあまず第1子第2子を置いといて超伝導体の場合 サーキュレーション循環にか対応する量としては時速があります。時速って何かっていうと時速、えー、密度の面積積分ですよね。で時速密度って、えー、単にローテーションのベクトルポテンシャルです。ただよく見てみるとこの式ってこれと非常に似通ってるっていうのが見てみ見取れると思います。でマイスナー効果によって超伝導体内部には時速が入り込めないので、まあ、これはゼロになる。これが超伝導体の特徴だったわけです。 ただ、えー、もし、えー、第2子超伝導体の場合、まあ、中に持続が入り込めるようになるんですね。で、その時には超電動性が、あ超電動性がそのところで失われていて、えー、その場合には、このロンドン方程式っていうので、こう、カレントとファイの対応,対応とか、あ、ベクトルポテンシャルとファイとの対応とかが、ここで対応づくんですけども、これを使って入れてやると、まあ、こんな形で同じように、 位相がぐるっと回ったら 2πn になりましょうというものが出てきますつまり磁束が量子化されたってことですねでこれがフラックスチューブとかフラキソードとかフラクソンとか呼ばれていて超伝導体内部では磁束が量子化されますこれこんなイメージで、まあ、磁束が、えー、量子化されてこんな風に、えー、まあ、回転する超伝導カ管理が生成されると でまあ、イメージだけ話すと、えー、日常的なあの古典的な流体では、まあ、こうぐるぐる回せば、まあ、いかなる速度でもいかなる大きさの渦でも生成できるというのがイメージですけども量子的な潮流動体では話は変わってきます。えー、ぼこれれは実実際にに験的にそら取られた、えー、潮流動防水アインシュタイ凝縮体の 回転した時のスナップショットですね。これ見るとこれグルーって回転していて、その中にこうちょっと点々という穴が見えます。これが実は量子数の場所を示していて、この周りにこう量子化された量子数がたくさんできているっていうことを示しています。このように超流動体回転する超流動体内部では量子数がたくさん量子化されて存在しているっていうのが、えー、まあ考えられていることです。まあ実験的にも分かって。 でさらにちょっとキャッチーな最近の話題というかを見せたいんですけども、えー、これは、えー、実験的に撮られた、まあ、ビデオというかアニメーションですね、まあ、本当にビデオで撮影したようなものです実験的な結果ですでこれ何やったかっていうと、えー、潮流動体を3次元でこうなんか両シュを作ってます回転させたりしてでその中にあ、まあのー、何かしたの原子を光を 発するようなじょ元のになるようなで原子を入れて、えー、まあ、その原子が量子数のコアにトラップされるんですね。でその光とかを追うことによって量子数を可視化したっていうような実験です。でこれ見るとこう線のようなものがピョーンって出てるのが見えると思うんですけど、ここに量子数がいます。なのでこれは実際に実験的に量子数がもうできているよっていうのをあの可視化したっていうような実験で。 あ,のある研究会で見ておすごいなと思ったのでちょっとここで、えー、示しました。で話がちょっと戻ってくるんですけども、まあ、インナークラストを考えていてこのインナークラストっていうところではあの、まあ、インナークラストに限らずです、ね、中性子性の内部ではこのペアリングのギャップ超流動超伝導性のオーダーパラメーターっていうのがこんな感じになっていて、えー、S ウェーブの ペアリ中性子のペアリングっていうのはこのぐらいになるようつまりインナークラスト内部あたりでは中性子,中性子が超流動体になっているそれからコアの方ではプロトンが超電動体になっていたりあとはトリプレ,あのトリプレット P, P ウェーブの中性子のペアリングなんかも関係してくるよなんて話もあります、まあ、ただ今回は、えー、インナークラストの話だけちょっと紹介します で、えー、ちょっとだけもうちょっとインナークラストについて話していくと、まあ、すでに少し話しましたけど、えー、外側これ左側が外側中性子の外側で、右に行くほどデンシティが高くなる、内側に行くって感じです。でここからはコアの部分で、これ外側の部分で、密度まあログスケール書いているこんな形になっています。で外側ではあの原子核が空論格を仕組んでるんですけども、 だんだん密度が高くなってくると中性子がドリップして超流動中性子と原子核っていうのが混在するような形になってきます。まあここではここに超流動中性子の渦がいるだろうっていうのがポイントです。でもう一回くどいようですけど話をすると、まあ、回転する超流動体の内部では量子渦が生成されているだろうっていうのが、まあ、実験的にもわかっていることです。 でこの渦の数もしくは渦の密度っていうのは数密度っていうのは回転の速度によって決まるんですね。で中性姿のことを思い出してもらうと中性姿っていうのは超流動性を持った中性子とか陽子がいるんですね。でこいつらは回転していると。ということは中性子勢内部には大量の陽子図っていうのが存在しているだろうっていうのが、えー、考えられることです。 でこれが実はグリッチと関係してきます。で、えー、あと10分ぐらいですね。で、えーまあ、紹介していくと、えー、これざっくりとどんな風になるのどんな数があるんだろうっていうのを、えー、見ることができます。でこれはあの単純に、えー、渦の数と角速度回転の速度っていうのがあの対応づくのでそれを中性してキロメートルオーダーのこの 場合に適用したときにどんな数になるのかっていうのを見積もったらこんな感じになるよっていうものです。で、えー、まあごちゃごちゃと書いてありますけども、例えば半径10キロ磁場10の12乗ガウス、えー、で10ミリ秒の周期を持っているようなまあ、典型的なというか。あのー、例の場合には中性子中性子調理度、中性子の量子渦の数は？ だいたい十の十八乗個になります。それから超、えー、流電導用紙、えー、による、まあ、フラックスチューブの数ってのは十の三十乗個とかになります。これ、えー、平均の渦間の距離に直すと十のマイナス五乗メートルとか十のマイナス十一乗メートルとかにだいたなります。 まあこんな形で大量の渦がいるんだなっていうのがなんとなく見積もられてきます。で、えーまあ、ここはどうしますかね、まあ、ちょっとだけあの興味ある人のために話しておくと、まあ、超伝導の話もさっき例で挙げました。で超伝導な超伝導状態の容子っていうのはコアの中にいるっていうふうに考えられています。なのでそこででは磁場が強いですし えー、陽子が超電導状態によっで磁束の量子化が起こって、まあ、たくさんのフラクチューブがあるだろうと。なんですけども、えー、陽子と中性子の間の引力がある分、えー、そうですね、まあ、これはすみません、えー、っと、で、えー、コアの中で中性子が、中性子も渦になってるんですね。中性子の渦があったときに、陽子と中性子の 引引力によって陽子も引きずられるんですねでそうするとコアの中にある中性子の渦っていうのは陽子を引きずって陽子の渦も作り出すのでこの回転する過電粒子の渦っていうのもによって磁場が生じるだろうと。で、えーまあ、この磁場があることによって超電なんですかね超、えー、流動状態の 中性子の渦っていうのがあのコアの中では磁場とかとカップルしちゃってあの核運動量をにうまく担えないっていうことになってきてあのグリッチを説明するのに使えないっていうのがあのよく言われていることです。えー、なのでまあちょっとご詳細ですけども何でこのあと内核だけ考えるのかって話はこの辺に関係しています。ただだ議論もあってインナークラストだけで 説明できないんじゃないかとかそういう議論もあってなのでもしかすると、えー、ある領域ではコアの渦も関係してくるって話もあるんですけどもまあまだまだ研究がされているっていうような状況です。はい、で、まあ、何が起こってるかナイーブな、えー、説明をしておくと、えー、縦軸が回転中性線の回転の、えーそあのー、振動数ですね。で横軸が時間だと。 でそうしたときに、まあ、観測して直接観測にかかるのはこういう中性子勢全体の速度回転速度の減少が見られます。これは電磁放射によるもので、えーまあ、そのそれと、えー、あのクラストっていうのは非常にカップルしている磁場によって電荷を持ったクラストの部分っていうのは、えー、星全体と強く結合しているので、まあ、クラストの部分はこういうふうに 一緒にになって減速してしいいるううふうに考えられますただ一方でインナークラスト中性子性の内角には潮流動の中性子がいます潮流動の中性子っていうのは両シューズの形を持って核運動量を保持していて、えー、でそれが、まあ、ここでピンピン止めされた場合っていうふうに書いてあるんですけどもあの潮流あ,のあれですね、えー、原子核がいます 空論組んでますでそこに両シューズがこう、まあ、どういう形であれピン止めされて動けなくなるんじゃないかってことが考えられていてもしそうするとこいつらは核運動量になっているのに動けないので、えー、クラストインナークラストの核運動量が保持されて回転スピードは落ちないっていうふうになってきます。なんでこんな形で 両シューズがピン止めされるっていうことによって核運動量を保持し続けるっていうのがポイントです。でもしあるところでこのピン止めがあの外れると、れ的に外れたとしますでそうすると、蓄えられていた核運動量が解放されて、残りの部分に移行していきます。まあ、これが急激な速度の上昇につながって見えるということです。 なのでディカップルしたクラストとはディカップルした調理度中性子それが渦の形でピン止めとああのピン外れをクリク起こすことによってこんなグリッチ的な、えー、回転速度の急な上昇が見られるんじゃないかっていうふうに考えられています。でこれを続けていくとまたあるところで、えー、ラグが溜まって、えー、次のグリッチが起こるんじゃないか。でこうするとあの ギュッと上がっった後にす、えーまあ、すごいいゆくくり緩和していくんですねこの部分でこのゆっくり非常にゆっくりな緩和も超流動性の、えー、に起因していると考えられていますし、えー、数年に一度周期的に起こるっていうのもこれによって、まあ、説明できるっていうのがポイントです、まあ、このように超流動中性子の渦のダイナミクスがグリッジを説明しうるっていうところが、えー、議論されていますで TDDFT で何をやっったかっていう話に最後なってきますそれをちょっとだけ紹介して終わりま,すでまあこのグリッチを解き明かすためにはいろいろ考えなきゃいけなくてどうやってアンピニングが起こるかピン外れが起こるかっていうトリガー金因ですねなんかその原因となるメカニズムを調べなきゃいけないし、えー、グリッチが外れて量子図がどうやってダイ,ダイナミカルに動いていくかっていうような、えー、部分 グリッチそのもののダイナミクスも調べなきゃいけません。でそれからどうやってピン止めされてるのっていう話もあります。で、えー、この計算、我々の計算では、このピニングの部分に TDDFT でアプローチしたっていうところです。はい。で、最後、まあ、ちょっとだけ主な結果だけ、そうですね、そっか。まああのー、話して終わります。ただ、これ、まあ、ちょっとだけ話すと、 えー、これ TDSLDA の方程式で計算コストがすごい高いスパコンが必要だって話したんですけどもこれ普通の TDDFT の100倍1000倍ぐらいかかるのになんでこれができるようになったかっていうところには GPU っていうのを使ったって話があります。でこういった GPU の世界的にも速いマシンを使って、えー、計算を進めています。で えそうですね時間があれば話したかったんですけどちょっとあんまり時間がなくなったので簡単にだけ話すと、まあ、CPU は非常に早い、えー、わけなんですけども、まあ、これ寿司を作る機械だと思ってもらってこれ CPU のイメージですこんな感じでどんどん寿司を作る、まあ、驚異的な機械があったと思ってくださいでそうすると、まあ、の職人、まあ、マンパワー1個では全然 勝ててないっていっうののがこの、えー、CPU ですただ GPU って何だろうっていう話になってくると、まあ、マンパワー集めましょうと、まあね、一人一人はそんなに速くないけどもめちゃくちゃ人がいたら速くできますよねっていうそういうところが CPU と GPU の違いになってきます、えー、で詳しい細かい話は抜きにして、えー、この TDSLD 方程式を解くときに空間的にローカルな式になっているので 空間点一つ一つをこの GPU の中の小さい計算をするスレッドのようなものに担当させて並列計算するんですね。で、まあ、計算を進めると。まあ、それで非常に効率的に並列計算ができて、最近になってこの TDSLDA の応用ができるようになりました。で、まあ、ちょっと、えー もう結果に飛びますかね、えー、どういう話をしてるかっていう話で、えー、話をすると、えー、これもう TDSLDA の結果ですねでこれ青い線が両シューズの位置を表していて赤い点が原子核の位置を表していますでこの周りには潮流度の中性子がいますで何をやったかっていうとこの原子核をどんどん近づけていった時にダイナミクスとしてどんなものが起こりますかっていうのをやった ということで,すでいろいろな解析をしたことによって、えー中えー、調理度中性子の渦と原子核の間の相互作用ってのを抜き出すことができましたそれの結果だけ示しますでこれを見ると分かるように、まあ、この明らかに、まあ、黒い矢印が渦が原子核に及ぼしている力なんですけども 明らかにまあ直感的に見てわかるように積力的な力なんですね。で、さらに渦はこう原子核の内部に入らないようにこう曲がり始めていて、まあ、こんなふうにえ微子的な中陽子中性子の重度から出発して、微子的な時間依存の計算をすることで、こういった力、インタラクションの絶対値とか向きとか、いろいろ分かってくるようになりました。えー、というのが最近の進展で、 まあそれが何でかって話はちょっとここでは飛ばしておいてえビジョンとしてだけは話しておくと、えー、中性質の物理って10キロとかなんですけど今やった物理ってフェムトメートルオーダーのものなんですね。なのでここには大きな大きなスケールの違いがあって、まあ、これをつなげていかないとグリッチの理解には到達できない。 なので、マイクロスコピックな理論から出発して、メソスコピックなものにつなげて、さらにそれをマクロにつなげるっていうようなことを考えているという状況です。ただ、なかなか難しい問題です。なので、挑戦的な話題がいっぱいあります。であとは、この辺は時間あったら紹介しようっていう話なので、飛ばして、時間なのでまとめたいと思います。で、そうですね、もう講義のまとめとして話すと、 えー、この3日間、まあ、短い講義でしたけども、あのー、この講義では、まあ、DFT 密度反関数法とその時間依存版 TDDFT を用いたまあ不思議なというかまあこう強力な枠組みでどんどんいろんなことができるよってところで、えーまあ、最近の話題を紹介しました。まあ、こういったた、えー、有限限限格のの、えー、存在界界に達するための、えー限界 挑戦すするっていうようよな物理ですね。それは、えーえー、不安定核の加速器実験施設でもやられていることでドリップラインとか安定の島とか超重元素とかの話もしました。でそれから自然に、えー、有限核の物理から離れて、えー、天体核物理そして中性子の物理まで、えー、理論的な、えー、枠組みとしては何でもできるよと。でこれが理論物理の醍醐味というか面白いところだと思います。で、 えー、僕のメッセージとしてはこの原子核物理の面白さの一つっていうのがこの、えー、学際的なというかいろんな物理に関わってくるってところなんですね、えー、有限核だけやるだけじゃなくて実はこう、まあ、物性とかあの天体とか、えー、化,化け学とか、まあ、いろんなものいろんなものにどんどん関わってますあと中性子星の合体とかでいったら、えー、重力波とかそういうことにも関わりますし 元素の起源、重元素の起源とか元素合成過程にも関わってきます。で、ここが原子核の面白いところかなと。で、この講義で僕が示したものは、他にもたくさんあるいろんな物理のある核物理の中のほんの一部です。まあ、そこはちょっと頭に入れておいてください。なので、これから皆さん、終始、博紙進んでいく中でいろんなことを聞くと思います。で、どんどん面白いことが待ってると思ってください。で 最後のメッセージとしてはもう言いましたけども、えー、物理ではこういういろんなスケールの現象を扱います。クオーク素粒子ハドロンの物理だったり原子核そして物性、えー、それから太陽系宇宙。で原子核っていうのはこういう微妙なスケール有限量子多体系みたいに言われるんですけども実はもっと視野を広げると、えー、素粒子も物性も天体も宇宙もいろんなことに変わる学際的な領域なんですね。 まあそれが、えー、原子核物理の面白いところだと思いますので、あのハドロン物理とか原子核構造とか原子核反応とかやっている人も、まあ、それに限らず広い視野を持って、あいろんなことに、えー、挑戦して、えー、今後の物理を楽しんでもらえたらなと思います。はい、以上ですいませんちょっとオーバーしましたがこれで終わりたいと思います。はい、何か質問あればお願いします。 すいません、質問してもいいですかはい。その最後のボルテックスとなんかその用心、何かのインタラクションがリパルシブだっていうのが直感的だっておっしゃってたと思うんですけども、そのなんかボルテックスがあるとむしろ回転的な流れが出ててなんかそのなんか積力っていっよいな,なんか横方向にグいってなんかその流されそうな気がしちゃうんですけども、なんでリパルシブになるんでしょう,うーんーと。 横方向、横方向。ええー、あ、流れ、流れでっていう、ね。流れの方向になんで力が働かないのかなって、ちょっと思ったんですが。流れの方向になんで力が働かないか。うーんと、それは、流れの方向になんで力が働かないか。ええー、と、ま、ああたま考え方ですけども、例えば、 ポテンシャルみたいなものが作られると思ってもらえると何ですかねう渦,渦,渦からの,渦,からの渦の中心からの距離の関数として何やらこうポテンシャルができるとして、えー、この回転方向に動いても渦の中心からの距離って変わらないので、えー、ポテンシャルとしては あの変わらないといとうかむしろ渦との,、えー、どどあの相対的な距離の方向に、えー、違いがエネルギーの違いが出るので伝わりますかね、えー、とこの流れの方向に、えー、原子核を動かしたとしても、えー、エネルギーポテンシャル的には変わっていなくて、えー、渦との、えー、相対距離 の方向に、えー、エネルギーが変わっているので、その方向がむしろ重要というか。そじ実際のダイナミクスとしては、流れの方向にグイッて押されることもあるんですかそれともこれはなんかす、えー、とダイナミクスを解いた結果なんでしたっけえっと、この絵はダイナミクスを解いているんですが、えー、っとただ、そうか。えぇ、ー、いやそれは この,この場合には原子核をある方向に動かしているので、うん、えこういう動きを、えー、しているんですがそうですねえー、量子ーを原子核をと止めて量子ュを置いた時にうんーと。 どうなるかなえー、それかいや流れがあるので、えー、動くってのは確かにそうで、えー、両シューズが中心点からずれたところにあった時にはこうぐるぐると、えー、運動もするのでえーまあ、質問はこうなんで積力積力 スケープタっていうのはなんか、なんとなくポテンシャル力的になんかこう受けそうだなというのは、なんとなく分かったんですけども、もそれと同時になんか流されてもいいような気がしちゃうんですがそ、そういう動きはしてるんですだっけというのがちょっと。うーんと、まあ、それは、なんて言ったらいいのかな。まあこの うんとまあっか普段あの通正性,性の内角で考えてるに分にはクラストの,あの原子核っていうのがこう空論公式んでて動かないので、えー、考えてないというかですがまあ流れうるといえば流れうるかなそのそういうカレントもあるので 何もしないでダイナミクスを解けばそっちに流れる部分もあるかもしれない、あのあ動く部分もあるかもしれないですね。なるほど、ありがとうございました。あすみません、質問よろしいでしょうか。はいはい、すみません、今のちょっと話とちょっと,ちょっと,ちょっとだけかぶるんですけど、あのその。 量シューズが原子核に対してこう積極的に働くってことは、あの最初の方で、えー、とおっしゃられてた原子核パスタの構造とかにも影響を及ぼす可能性とかってあったりするんでしょうかあパスタの構造と両シューズのそれは、えー、面白い話で、<laughs> ただまだそんなにというか全然誰もやっていない話だと思います。<あ>で例えば、まあ、議論が昔あった話で言うと、えーと どこだパスタとの絡みで言うと、あのー、渦があると例えばう、まあ、こ,ここで、うんまあ、そもそもこのパスタ構造がある時の中に渦がどうできるかとか、はい、そういう話も全然誰も議論していないことですし、はい、一個議論されてるのは あの渦があったときにそのここの渦大きい渦の中にこう核物質が棒状の核物質がこうできたらエネルギー的に安定なんじゃないかとかそういう渦がこういう棒状の核物質を有機するとかそういうような話は議論は昔あったようです。ただだままだままだややられていないといなととうかやっと こういう話があのできるようになってきたところで、はい、もし興味があったらあの、はい、ぜひあの考えてみてもらえたら、はい、分かりました。はい、はい、ありがとうございます。あ、質問いいでしょうか。はい。えっとあのちょっと分からなかったのがあの最後の陽子物と陽子のそのリパルシバな反応のところとあとピン をピン止め的なものの関係がちょっとよくわからない。うんえー、そこもちょっと説明。はい。なのでそこがなかなかまだあのー、実際こう問題になっているところで、えー、そうですね。でピン止めの話なんですけども、まあ、えー、原子核がこう光子状にえ並んでいるとしたときに、まあ元々は原子核と渦の相互作用って引力的で こう貫くようにピン止めされてんじゃないかっていうような話がよくされていたというか考えられていたんですけどもまあそれでその以外にもえこれ逆ですねえっとなのでこうピン止めがここで起こるのがえニュークリアピニングって呼ばれているものでもともと考えられてたものでインタースティシャルピニングっていうこの原子核の間にいるような ピン止めもまああり得るんじゃないかっていうのが、それがリパレスの場合なんですね。なので、格子の間に渦が存在するんだけど、まあ結晶がこう周期的に並んでいるんで、えー、まあその間で動けなくなるというか、あじゃあその原子核間でピン止めされてるみたいな感じですか。そう,すね、そういうことを考えられています。 どちらにせよピン止めは起こるだろうというふうな感じですね。ただ、まだまだあのこの詳細っていうのはあの議論されているところです。いやそうなった時にそに原子核間で彼にピン止めされてたとすると、なんか中性子線の内部では何かそうず糸同士が絡まったりとかせずに、大気的に見るとみんなこう柱状に整然と並んでいるような様子になるんでしょうか。それが、えー、まあ 一般に考えられていることです、ね、ただまあまあまだ、あ、まだ分かっていなくて例えば、まあ、その辺こう、まあ、これはちょっとまだテスト学生とやっている研究の一つなんですけど、まあ、こう格子状に並んだ中に両手を作るとどんな形になるかってんでちょっと分かりづらいんですけどまあ、こうっすぐじゃなくてこうネットワークというかこうガタガタとこう曲がることもありうるというか。 なので、まあ、平行状態としてこうまあ、っすぐになっているべきかもしれないんですけども、まあ、グリッチのあととかその後のダイナミクスとか、えー、ではまっすぐじゃない場合もあるかもしれないですただあの一般に禁じ、まあ、というか仮定されているのはまっすぐな両シューズが整然と並んでいるっていうのが、えーまあ、天体グリッチの物理で。 モデル化する時に例えー、近似ですね。はい。でもし仮に、その、まあ、シミュレーション上の結果が正しいかどうかを観測で調べる方法っていうのは今考えられてるんですかその整然と並んでるのかとか曲がってるかっていうのはうーと、まあ、それはもうグリッチの、えー、観測と比べるしかなくて、えー、そのどう曲がってるかどうかってとこまでは。 まだまだあの議論が必要というか、あのー、そもそもこのグリッチの大きさが説明できるかとかこのリラクゼーションのタイムスケールとかを説明できるかとかあとはこの今典型的なグリッチを見せてるんですけども、まあ、いっぱい500個とかグリ,ッチグリッチする天体とか見つかってていろいろなグリッチの仕方があるんですね。この 急に上がった後、まあ、なんか遅れてスピンアップしたり、なんかこのタイム、なんかこの減速のスピードが変わったりとか、なんかいろんな種類のブリッジがまあ,あって、まあ、そういうのをまあ全部まあ一個一個説明できるようにするというか、それを一個一個こう合わせていくと、だんだん何が起こっているのかとかが分かってくるのかなと。なので、まだまだ、なんですかね、観測量としてあるのはこういう。 ブリッジの周期と P ドット周期の時間微分などからしか情報は得られないんですがそこからこうたくさんの、えー、パルサーを調べることで何か中内部の調理動態の渦の情報を引き出せるかなというのをやっていくってことになると思います。わ、はい、かりりままました。ありがとうございいいいいい。す、はい。すみせん、質問だては 今のに少し関連した質問なんですけど、はい。結晶講師は、大抵の場合、そのリグナルサイズスクリとかで、その簡単な生前と段落講師を考えていると思うんですけど、はい。実際はその耐震立法とか、免震立法とかになっていたりはしないんでしょうかあ、あのー、あれですね。えー、耐震立法が、まあ、よく言われていることですね。はい、先ほどの,その,あの学生さんともやってらっしゃる決勝講は、あ <あ>はい。こ,はこれもたい。耐震立法ですか。この図はどうだろうな。まあ、耐震立法でやった、やっていますね。これはちょっと、どの、どの場合かはちょっと覚えてないですけど。ええー、まあ、耐震立法とかにして、あの、やってます。わかりました。で、その場合、その、なんか、その、普通の、よく近畿で扱われるビッグなサイトみたいなものと。やっぱり、その、変わってくるんです。あ、そのフ、車いってますよ。 えっとまあななんというかまあうんウィグナーサイスセルでやる場合はこの一部だけを切り取ってやりますけどまあんかもっと大気的なダイナミクスを見るっていう意味では見られるっていう意味ではちょっと違ってくるかなとこう広いとで。例えばこう渦が輪っかになったりこう曲がって曲がって 変なところに到達したり、こういろんなことがあのより広いスケールでは起こりうるので、はい、あのその一部周期的だからといって一部だけ見てもわからないものがこう広いくすると見えてくるっていうのは <laughs>、えー、言えると思います。かりましたちなみにその自分が不便というのはあまり知らないんですけど、そのやはり結晶構図としては原子核の場合でもその対称が一番最安定っていうのはその。 計算とかいろいろされていますね。なので、一般的に耐震が安定っていう理解だったと思います。はい、あわかりました。ありがとうございます。どうしましょうあの結構長引いてき,てきましたのです、ね、いっオフィシャルにはここで終わりということにしましょうか。それでいいと思います。 まだまだ質問ある方もいらっしゃると思うんです。まあそういう方は残っていただいてっていう,いう形でいいですかね。じゃとそれでいいですかね、小川さん。はい。あはい、じゃ一旦これであのオフィシャルには終わりということにしておきたいと思います。はい。はい、ありがとうございました。つきさん、ありがとうございました。